おはようございます。ヤンミンさん、ダルマありがとうございます。竹本さん、かわいさんありがとうございます。ヤツさん、ダルマありがとうございます。トートイスタンプありがとうございます。おはよう。寒い。ハートありがとうございます。そっちさん、だるまありがとうございます。スーチさん、だるまありがとうございます。この枠は5時から始まって30分間の30分まで。です。トラさん、ハートありがとうございます。ユンキーザナナさん、ホワイトスタンプありがとうございます。ヨッピーさん、ハートありがとうございます。竹本さん、ハートありがとうございます。寒い。13位になっています。おはようございます。おはようございます。
唇が痛い。22時制限、そうですね、結構不利かもですけど、元気ですか？元気です。リップを、よし、前髪はいつも髪乾かして巻いてというか、気分的に巻いて寝ますね。よし、ハートリズでます。うん、一つタイムハートありがとうございます。よし、ハートありがとうございます。マスク昨日ね作りまして、あともう片方は終わってないんですけど、めっちゃ片方に時間がかかったけど、めっちゃ可愛いのができました。見えるかな、このクロススティッチを使って。こんな感じ。まだ汚いですけど、まあ、遠くから見ればいいかなっていう感じ。そんなに裏も汚くはない。ここがちょっとビーって言っちゃったけど、めっちゃ可愛いなと思いまして、かわいい。これをもう片方にして完成です。これですか？これはやけどです。
やけどの水ぶくれがなんか破けちゃったので痛くて、そっちさん、ハートありがとうございます。今日は学校です。シュウケンさん、リランチュおーさん、だるまありがとうございます。みさはカラオケ配信やらないの？カラオケ配信は今日のここにあった。今日のスケジュールが平日なのでこんな感じになっておりますが、今日の17時から17時半のこの3週の枠でやろうかなって思っております。バケツさん、ハートありがとうございます。そんな感じ。だからぜひ来てください。寒い。朝食持ってこいと思う。お、何を食べるんですか？朝食は前東京でね作るのハマったのが、あの食パンに トマトスープにチーズ入れて食パンと食べるのと、食パンにチーズ乗せてハム乗せて目玉焼きも乗せて食べるやつ。そらさん、ハートありがとうございます。大しなさん、ハートありがとうございます。しゅうけんさん、だるまありがとうございます。もう10人まで5万ポイント、すごい、ありがとう。トーレスって知ってる？サッカー選手のトーレスしか私は知らないですよ。サガンのどうですか、わかんない。最後にポテサラと温玉投入して、めっちゃ、でも人によってアレンジ違いますよね、そういうのって。朝食のバンクーヘンのコーヒーを持ってきたので
バームクーヘン&コーヒーはおしゃれですね。翻訳しよう。ケイさん、ハートありがとうございます。おはよう、グッモーニング。このステッチはクロスステッチはこのミシン糸ですかね。これ見えないかな。ここに今線があるんですけど、これで細いけどこれで縫いました。そう、あった、これで。よし、これにこの2種類で紐を買ってきたんですけど、この太いこのぶっといゴムか、この細い茶色のゴム、太いとすぐ取れるかもな。思いました。今最終カード終わったから仕事行くね。ありがとう。ヒューさん、ハートありがとうございます。月の周りに輪ができたんですよ。月の周りに輪ができたらなんかいいなことあるんだっけ。調べよう。綺麗だよってだけか。月がさ、月運。
夢になる可能性は少し高いそうです。なんか地域によって言い伝えが違うらしい。ですね。秋田は海が荒れるって言われてるらしくて、月光は太陽光より弱いため見られるのはかなりより珍しいらしいです。すごい。嬉しいでございます。幸運の絶頂。傘かな。傘か月傘月運は、なんか意味が違うらしい。月傘は雨が降る、天気が下り坂&幸せの絶頂、幸運が訪れるっていう感じらしいですね。あ、どっちもか。満月の前後 2,3 日の間は夜に見れる、夜というか見れるかもだよっていうやつはありますね。伊勢弘さんハートありがとうございます。キヨシさんハートありがとうございます。私は見たことあるっけな、あんまり見たことはないかも。23分。30分までなので、28分になったらランキングを見ます。寒いので一生懸命マッサージをして温めております。月が綺麗に見えるところじゃないとダメそうだな。ああそうなんだ。皆さんのところから月が綺麗に見えたらワンちゃん今日は月がさ月運が見れるかも。乾燥でかゆい。ありがとう。25分。2週カウント完了。ありがとうございます。スッチさんだるまありがとうございます。いや2週でも十分でございます。ありがとうございます。
ぜひ次来ていただくときはぜひ参集お願いします。暇できそうだよってときは12位まで3万ポイント、お、もうちょっと12位にまたちょっと戻さないと、軌道修正をして。そらさんハートありがとうございます。確かに学校でね日中できないのは結構不利ですね。ちょっとちさんだるまありがとうございます。そらさんハートありがとうございます。お、2万ポイントありがとうございます。27分、あとは今は足の裏のマッサージをしてます。お昼にできるのはあのなんだっけ、休校伸びた地域だけなので、実質東京福岡ぐらいですね、できるのは。にいる人、東京と福岡にいる人なので。そらさんハートありがとうございます。学校とかは大阪とかのね、大阪はもう始まるんか今日からなので、九州は普通に学校始まってますね。福岡はちょっとだけ期間が延びました。それではショールームはできないですね。ランキング見ます。そうだから私普通に高校がある休校伸びますよって発表されてない地域は普通にできないのでできません。それでは13位、韓国ペンギンさんありがとうございます。12位、リアルトリックさんありがとうございます。11位、ココさんありがとうございます。10位、岩田さんありがとうございます。9位、そらさん、ミスさんのありがとうございます。8位、佐藤さん、ミスさんのありがとうございます。7位、増田坂さんありがとうございます。6位、MT07 さんありがとうございます。小井竹本さん、ミスさんのありがとうございます。4位、黒幕工藤さん、ありがとうございます。3位、あのね、3位、最高、ありがとうございます。2位、清さん、ありがとうございます。1位、いっちゃんさん、ありがとうございます。それでは、1986人の皆さん、本当にありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。次の枠は、65分から10分のカウント枠です。それでは、ありがとうございました。バイバイ。